本村信子君。日本共産党、本村信子です。先週、会見手続き国民投票法について、これまでの経過を申し述べました。安倍首相が固執をし続けてきた9条をはじめとした会見の流れの中で、強行採決をされ、会見案を通しやすい仕組みとなっています。2007年5月、成立時に参議院で18項目の付帯決議がなされるなど、提起された問題点は放置されたままです。 まず13年間放置している現行法の欠陥を議論することが大事だと思います。欠陥の中身についてですけれども、例えば2014年、憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳以上としたときの参議院憲法審査会の付帯決議では、最低投票率制度の意義、是非の検討については、憲法改正国民投票において、国民主権を直接行使する主権者の 意思を十分かつ正確に反映させる必要があること、および憲法改正の正当性に疑義が生じないようにすることを念頭に置き、速やかに結論を得るよう努めること、テレビ、ラジオの有料広告については、公平性を確保するためのメディア関係者の自主的な努力を尊重しつつ、憲法改正案に対する賛成、反対の意見が公平に扱われるよう、 そのの方策の検討をを速やかに行うことなどが指摘をされています国の最高法規である憲法の改正については、主権者である国民の意思が最大限、組み尽くされていることが不可欠です。にもかかわらず、なぜ最低投票率を設けないのでしょうか。その理由について提出者は、投票ボイコット運動の誘発等の弊害などがあると言われていますが、 当時、自民党の都会喜三郎議員からも、ボイコットされるような提案しかできないことが大変問題で、例えば、最低投票率がないということになると、投票率3割で過半数ということになると、少なくとも15%の国民しか、これには信任を与えていない、行かない人は信任を与えたんだという解釈もできないことはないですけれども、果たしてそれでいいのかという率直な疑問が出されています。 少数の賛成で会見案を押し通せることになりかねません。他の論点も、主権者である国民の意思が最大限、組み尽くされているという観点で考えていく必要があるというふうに思っております。また、憲法改正国民投票では、国民誰もが自由に意見を表明し、 改正に賛成や反対の投票を呼びかけるなどの運動が自由にできることが原則でなければなりません。ところが、現行法は公務員の政治行為を伴う国民投票運動を制限し、さらに定義が曖昧な地位利用を理由として、公務員や大学教員から幼稚園の先生に至るまで教育に携わるすべての人の国民投票運動を禁止しています。これは、主権者である国民の意思を最大限、組み尽くすことに反しております。 さらに国会に設置される広報協議会は、会見賛成政党が圧倒的多数を占め、広報や無料の広告などにおいても、会見賛成政党に都合よく運営される仕組みが貫かれております。潤沢な資金力を持つ会見推進側が、有料の意見広告を買い占めてしまうようなことにも、何ら合理的な歯止めはありません。このような欠陥を 横において公職選挙法ならびの7項目だけ急ぐ必要はありません。そもそも憲法改正の国民投票と選挙の投票は投票の対象も運動の期間も運動の内容も全く異なります。しかも日本の公職選挙法は、べからず法といわれるように、民主主義や国民の参政権の保障という点でも重大な問題を抱えています。 公務員の政治的、市民的な権利を不当に制限している問題もあります。横並びでいいのかが問われなければならないと思います。憲法は個人の基本的人権を国家権力から不可侵のものとして保障するために国家権力に縛りをかけるものです。安保法制の強行をはじめ、憲法が守られていない、日本学術会議人事介入、桜を見る会、前夜祭問題の国会虚偽答弁、 学問の自由をはじめ、精神的な自由や民主主義が脅かされている今、まずは内閣総理大臣、国務大臣をはじめ、国会議員が憲法を遵守することこそ求められているということを強調し、発言といたします。次に